では続いて特集です。今日はみきおジャーナル、取材は阿部みきおさんです。国の許可を得て知床ルシャで取材を続けています。去年生まれた子熊の兄弟がどう暮らしているのか、再びルシャを訪ねました。ルシャでは変化が起きていました。知床半島の中央部に鳥獣保護区ルシャがある。1頭、2頭、3頭、4頭、5頭、6頭、ルシャはヒグマの楽園だ。ここで生きるクマには研究者たちがそれぞれ名前をつけている。このクマはキリコ、16歳。ついていくのが子供たちのハルとモグだ。去年生まれたオスの兄弟、1歳になった。私が兄弟に初めて会ったのは去年6月。子熊3兄弟だった。機関棒のモグは兄弟で一番強い。体が小さくて臆病者。いつも遅れてついていくのが春。グーはおっとりした性格。去年9月の台風の後、グーは姿を消した。母親のキリコはグーのことを諦めたように私には見えた。モグとハルは二兄弟になった。8月から遡上するカラフトマスと9月から遡上するシロザケはクマにとって大切な食料だ。たくましくなったモグは自分でサケを取ろうとしていた。一方ハルは母親のキリコが取るのを待っていた。やっぱり春だ。知床ルシャの川に変化が起きていた。沿岸で取れてるカラスマスの量が平均でいうと半減してるんですね。ですから、クマたちもこのルシャ川なり鉄板物川なりで食べてるマスの量が半分になってる可能性があるんですね。魚類学者の小宮山英重さんは知床ルシャの川で調査を続けている。十数年前には川を埋め尽くすほどのカラフトマスが遡上していた。カラフトマスという餌が少なくなってくると、この地区で生き残れるメスの母さんクマがやっぱり減ってんじゃないかという予測をしてます。1歳になったモグとハルの兄弟、近くにいるのは2組の親子グマ。今年は9頭の子供が生まれたが、生き残っているのはたった2頭だ。ルシャで今一番若い母グマは11歳。ヒグマの楽園でも少子高齢化が進んでいるのだ。一頭のクマが春に近づいてきた。今年2歳になったメスグマだ。
春にちょっかいを出してきた。メスグマは逃げていった。母親キリコが助けに来たのだ。やっぱり春は春だった。食べていたのはココアの実だった。とても甘い。春だけが木に登らず落ちている実を食べていた。今月、ルシャの川で工事が始まった。ユネスコが世界自然遺産知床のルシャに橋があるのはおかしいとして撤去を求めているからだ。母親キリコと二兄弟、親子は何も恐れていないように見えた。二兄弟はやがて母親のもとを巣立ち、ルシャを離れていく。春、生き残るんだよ。そしてモグも。知床は間もなく厳しい冬を迎える。あの2頭が出た瞬間、いやーモグとハル大きくなったねってびっくりした反面、なんか想像以上にやっぱり自然って厳しくて切ないものなんだなっていうのを感じましたね。そしてみきおさん、あのサケが半分に減ってしまって出産できる母グマも減って、子グマが生まれても生存率9分の2となると、この先いつかルシャのクマっていなくなっちゃうんじゃないかなって単純に思うんですけど。それはですね、自然のことなので10年20年と長い時間で調査しないとわからないんですけれども、サケが川に遡上するのは、半減しているのはもう確実です、はい、で特にカラストマスってクマにとって非常に重要な食料ですので、このカラストマスが減ってくるとすごく影響が大きく出ると思います、はい、でこれさらに先ほどの工事の人とか、あと重機の音っていうのはモグやハルは驚いたりしないものなんです か, あのルシャでは漁師の人たちはクマを追い払ったりしませんので、人を避けないんですね。どんどん距離を縮めていきます、それから重機に対しても危害を超えないっていうのも学習しているので距離を縮めてしまう、だから街に出ていくと同じように人にとの距離を縮めるとやはり駆除されてしまう、はい、ということになると思います。これやはりあのモグとハルの兄弟もキリコの元を巣立つ日も相当遠くはないんじゃないですか、はい、あのこの間もまだ一緒に暮らしてましたので、冬眠終わって来年2歳になって親から離れると思います。となるとやっぱり一匹でも強く元気に生きてほしいなと思います ね、はい、ミキオジャーナルでお伝えしました。